さあやってまいりました日本史散歩。来ましたよ、泣く子も黙る雷門。もう日本史散歩のね、もうど真ん中と言っても過言じゃないですね。これ本当屈指の観光地ですよ。まあ、ちょっとこの状況下ですからね、まあ、そんなにいつもよりは人はね来てないとはいえ観光客すごいです。東京には僕たちの知らない情緒豊かな場所がある。中田敦彦の日本史散歩。見てください、まず雷門でしょう。皆さんご存知ですか、雷門はどっかスポンサーがついてるんですよ。これね、気づいたら分かる、言ったら分かるけど誰もね触れないの。もう見えてるよね、スポンサー見えてるよね。でもみんなここ見にしない。そう、松下幸之助の松下電器、パナソニックですよ。実はこの雷門ってパナソニックの提供でお届けされてるのね。これをまず知らないでしょ。だから日本史散歩面白いね。これ見てください。これね、雷門の由来ってのはね、この右に風神、こっち左にね雷神様がいるんですよ。だから元々はだから風神雷神門なの。風神雷神門で雷神の雷だから雷門なんですね。面白い。来ましたよ仲見世通り。はい、この仲見世通りっていうのは由来がありましてね、もともとはねここの参道の近くで商売をしていいっていう許可出たらすごいじゃないですか。出たら大儲けでしょ。どういう人に許可出したか、境内の掃除してくれるんだったら商売していいよって、それで始まったんです。もともとはね、こりゃいいですよ。ちなみに私今日浴衣新しいのね買いました。もうねここはねもうザロケにうってつけですよね。皆さんのロケ慣れしてますからね、はい、どうも。はい、皆さん見過ごさないでね、マークフェチの中田これ見逃さないよね。これ何かっていうと春日井山っていうね紋章なんですよ。不思議な形してるでしょ。これもともとはねあの寺ですから卍がずっと飾ってあったの、卍だけどね、卍のマークは海外の人に評判悪いんだよね。なんでか分かりますよね、ナチスです。もともとナチス自体がマークをね、仏教からというよりはそれに近い宗教からね取ったみたいなんですけども、それナチストリーやりましたよね。だけどねあれはね海外の人にしてみればもう斜めか斜めじゃないかとか右回転左回転とか関係ないんで、やっぱ怖いって思っちゃうみたいですね。だからね評判悪いから変えたんですよ、観光地にふさわしいマークに変えようって。それでこの春日山の門に変わったらしいですね。これ意外に面白いのはね、新しいお店もあるんですよね。この帰ってきてザお土産物屋さんっていうだけじゃなくて、意外とねこれね入れ替わりあるんですよね。これねこれぜひ雷門見た後ね後ろからもう一回見て、ほら風雷神門って書いてある。風神と雷神の門だから雷神の方の雷取って雷門なんだよと。いいですね、どうも。おせんべい屋さんですね、こんにちは。今日出てくる時妻がね、ここのあなたここはだけるもうビシッと来なさいと言ってね直してくれたんですけどね、結局タクシー乗ったらぐちゃぐちゃになっちゃうね。こんにちは。まあ、大概ねテレビのロケで来ますとね、ここら辺のお店で買い食いしてワンスポット取れるんですよね。大体そこでなんか食う、大体食う。よいしょよいしょ。こっちの通りとかもね、だからもう縦の通りだけじゃないです、これ横の通りもね良くて、皆さん見てください、ほら来ましたスカイツリー、スカイツリー完璧だよね。だからスカイツリーって結構だから観光用にしっかり場所がね選ばれてるわけですよ。ここが強いぞっていうのはねしっかりもう分かってる。この通りはいいね。
やっぱ浴衣の人多いな。浴衣で来たくなるんだよね、ここはね。あ、あった。ケロク。ケロクさん、このね、ちっちゃいおもちゃ。あ、こんにちは。どうも。ちっちゃい、このちっちゃいおもちゃとか、ほら、日本っぽいよね。これ海外の人人気なんだろうね。どうも。え？おばちゃんがごちそうする。本当？ごちそうしてくれるの？じゃあもう、食べちゃおう。いい？おすすめなんすか？1個でいい、1個でいい。おすすめなんですか？おすすめは桜だけど。じゃあ桜行こう。桜。桜お願いします。お姉さんのおすすめ食べたいよね、やっぱね。桜の桜。嬉しいね。ごちそうしてくれるなんて、優しいんですよ。すいません。じゃあ頼むからね、姉ちゃん。熱々だから本当に気をつけてね。わかりました。熱々なんですね。本当に熱いから。熱々、熱々だこれね。これ熱々、一回ちょっと写真撮って冷ましましょうね。熱々、俺ねすごいあれだから。熱々は本当にあれだから。熱いのいけるんだ。これ撮りましょう。イエー、はい、ありがとうございます。ありがとう。いただきます。いただくよ。どうもありがとうでしょ。じゃあちょっと食べるよ。桜餅みたいな。あ、いいっすね。どうもありがとう。うん、サックサク。あ、暑いから中まで気をつけて。うまいわ。本当に美味しいでしょ。あ、でもね、いいよ。暑い時見てくださいよ、この桜餅のね、葉っぱが、あんと、最高。むちゃくちゃ美味しいです。ありがとう。ありがとう、九重さん。ありがとうね。これありがたい。これね、うん、そうなんです。こんにちは。ありがとうございます。結構ね、ここの人たちロケ慣れしすぎてて、あの、お題いらないから食べてってっていうね、やるんですよ。よくやるの。ありがたいね。ありがたい。今回ポイントはですね、この浅草寺の隣にある浅草神社もある。そっちもあるから見たいね。うん、うん、うまい。こんにちは。ねえ、ありがとう。浴衣美人インタビューしてみます。インタビューしていい？ YouTube、 YouTube、はい、いい。どっから来たんですか？東京です。東京から。あ、若いね。でもね、高一です。高一、高一ですよ。高一で出て大丈夫なんでしたっけ？親御さんのあれ人なんだっけ？大丈夫か、大丈夫か。ありがとう。東京からわざわざ2人で。はい。大変暑い日だよね。大変だった。でも浴衣着て似合ってるじゃないですか。ありがとうございます。 YouTube とか見てます？見てます。普段何見てる？普段は、うん、教えて。ムクエナチェック。え、ムクエナ。ムクエナ、どういうチャンネルそれ？女子2人のチャンネルなんですけど、うんうんうん、え、チェックしよう。面白い。面白いんだ。ちょっとチェックしとくわ、はい、じゃあ一緒に写真、いいんですか？撮ってね、あれしよう。インタビュー答えてくれたのありがたいから。ありがとうございます。はい、ありがとう。俺の YouTube チャンネルも暇な時見てください。ありがとう。じゃあね、来ましたよ。ほら、これは仁王像ですよね。これ仁王門なんですよ。こっちのね、これは何なんだろう。これ魚菓子って書いてあるのかな。これはだから、あの、松下電器の提供じゃなくて、提供してる人がサイドに書かれてますよね。サイドにね、こっちは一社提供じゃないという。これもいいですよね。もうこれはね、ここ今なんか工事してんのかな。正面のバーンの抜け見たいけどね。ここちょっと今工事中ですわ。来ましたよ、これ。なんだかんだで五重の塔、これすごいですよね。この五重の塔が確かね、この浅草寺は他の神社がやられた、いわゆる関東大震災の時はさほどダメージ食らわなかったらしいんですよ。でここがダメージ食らったのが東京 大空襲で、確かね、
五重の塔がダメージ食らったっていう記述を見たことがあるんですけど、これはそこから再建されたもんなんですかね。家光によって再建された国宝五重の塔もほら来た、これよ。昭和20年3月の戦災によって惜しくも焼失した、これですね。で、戦前までの五重の塔は今と反対側の本堂を向かって右側にあったんだ。以来浅草寺は重宝各位の御神事を得て、うん、昭和48年ね、僕が生まれるだから9年前かな、あ、11年前か、現在の五重塔を再建したんだ。これだから再建したやつですね。家光が建てたやつが空襲でやられちゃったんですよ。この調整はすごいね。これ何ですか、これ。これ何だろうね。誰かがいますよ。こういう時ね、ポイントやっぱね、天井なんですよ。天井にもちゃんと絵が描いてある。こういうとこはね。いいです。いいですね。ご時世からちょっとね、口はつけれないんですけれども。これあれだね。並ぶからちょっとここからで行こう。こういう時ね、あの瓦も見てほしいんですよ。瓦の一個一個にね、卍が入ってるでしょ。ああいうところにね、魂が刻まれてるんですよ。瓦に一個一個入ってる。で、あの上の方にもしっかり卍が入ってる。だからまあ本当に寺の門としては基本は卍なんですよ。でも中見世ではそれを避けたっていう、そういう話ですよね。一番上に鬼瓦あるでしょ。てっぺんのてっぺん。こう見るとすごいですね。ねえ。立派なもんですよ。あの鬼瓦結構多分新しいね。最近また変えましたね。すごい立派なもんですよ、本当に。ちょっとここで御朱印もらおうね。さあゲットしましたよ。あれいくつ目ですか？ん？4つ目、比叡神社、東京大神宮で築地本願寺、これスタンプね。で、来ました、これも豪華ですね。あー、かっこいいですね。これ分かります、これ。あれ、浅草寺って書いてないぞって思うかもしれない。でもここに浅草寺の印がありますよね。で、これ何かっていうと小観音像、小観音、観音様なんですよ、ここ祀ってんので。もともとここのね、浅草寺、まあ、その隣の浅草神社、浅草神社、観音像を漁師の兄弟が拾って、それをお金持ちに預けて祀ったところから始まってるんで、観音信仰なんですよ、ここ。で、ここ盆寺ですね。盆寺はね、1個で仏様のね、誰々っていうのを表すっていう、そういう字なんですよ。はい、ならではですね。もらいましたね、ありがとうございます。で、ちょっとね、浅草神社の方見てみましょうか。うわー、気持ちいいな。これでしょう。ちょっとフォトれますか。これフォトだ。ちょっとフォトだね。ありがとうございます。さあ来ましたよ、浅草神社。こっちも奥ゆかしくていいですよね。この浅草寺の本堂向かって右のですね、こちらに浅草神社ってあるんですね。寺に、ね、併設してあるんですよ、ね、石の鳥居ですか。これいいね。僕が何に驚いたってね、狛犬がでかい。これでかいよ。これ立派ですね。あうんでね。あー、これはすごいわ。田町門三郎って書いてますね。作った人なのか寄進した人なのか
ここに天保って書いてますか。あの水野忠邦の天保の改革のあの天保ですかね。本当その頃から、その頃からだとしたらすごいよ。すごいよこれ、すごいね。狛犬トゥザ狛犬よ、ダブル狛犬なんだから。であちらの倉庫の門、あれ多分出汁を入れてんでしょうけど、あそこに入ってる門ともちろんこの賽銭箱の門が一緒なわけですよね。でこれが何なのか、これが要するに漁師の網ですよ。その漁師が観音像を拾ったっていうエピソードに基づいて、その左右が兄弟、真ん中がその観音像を受け取ったお金持ちと表してる三つ網門らしいですよ。拝んでみましょう。さて行きましょうか。すいませんお邪魔しました。さあこっから普段なら飯に行くわけですよ。ただ私ね今日はね時間が微妙でしょ。正直まだお腹が減ってないっていうね。かき氷が食べたい。ああいいですね。この暑い中みんなにかき氷じゃないですか。なんかありますよね。なんかありそうじゃないですか。ちょっとかき氷を探そう。いや地球で一番うまいっすよここの牛もつ。マジっすか。これもつ煮込みめちゃくちゃうまい。牛あ、すじ煮込みだ。すじ煮込みの豆腐マジで食ってほしい。豆腐がうまい。ウェブコミュニティプログレス。人は何者にでもなれる。いつからだ。次はあなただ。